安倍金蔵です。今日、ニュース23で、アベノミクスのこと、バカにされました。僕ちゃんの、アベノミクス、悪く言うなんて、ダメです。僕ちゃんは、子供の時から、頭が悪いと、散々バカにされてきました。だから、また、バカにされるなんて、僕ちゃんは、我慢できません。僕ちゃんにも、言論の自由があります。僕ちゃんをバカにする、テレビ局は、どしどし、取り締まらくちゃならないです。まあこの一連の動き分かりやすいですよね、これね。ああ、安倍さんのわがまま一つで動いてるってのはよく分かるじゃないですか、これ。ね。ああ、これが日本国ですよ。ね。安倍さんのね、ほとんど、幼児性の抜けない、ね。子供のようなこのわがままですよ。ね。ああ。それで4月に、古賀さんが、報道ステーションを降板。ね。